キリグアは、グアテマラ島端部、イサワル県のモタグア川中流域にある古典期に繁栄したマヤ遺跡の一つである。現在は、1981年に世界遺産に登録され、鉄道路線とモタグア側に挟まれたバナナ園の中央部に保存されている。キリグアに人が住み始めたのは、紀元200年頃だと考えられているが、本格的に王朝が築かれたのは5世紀に入ってからである。 まず、コパン王、キニチアシクックモ王の貢献のもとに、徳、キャスパー王が426年に即位したのが、始まりである。このようにキリグアは、コパンの衛生都市として、カリブ海とグアテマラ高地をつなぐ、通称路で、銅、ヒスイ、カカオ豆、黒曜石の産地があるモタグア川流域を把握する、拠点として築かれた。この時代に築かれた建物は 3C-1 と、 後のキリグアの中心部から4キロメートル離れた陸の上に築かれたグループ A である。次に名前のわかっている王はトゥトゥム・ヨール・キニチであって455年のカトゥンの終了を祝って石碑を建てたことだけが記録としてわかっているだけである。キリグアで現在のところ確認されている最も古い石碑はグループ A の石碑 U である。石碑 U には 9.25.0 0の日付が刻まれ、コパン王と思われるオチキンカロームテの称号を持つ人物が貢献して、キリグアの支配者さんが重要な儀式を行ったことが刻まれている。その次に古い石碑が記念碑26号であって、493年の日付と3代目と4代目の王について記してあると思われる。 この石碑はグループ 3C-7 で発見された残りの部分が1970年代にデルモンテ社がバナナ園を拡大しようとして掘削した溝の中から偶然発見されつなぎ合わせると復元することができた。石碑 U と記念碑26号はティカルの石碑2号やワシャクトゥンの石碑20号の様式によく似た石碑の正面と側面を包むように 尺を持った王の姿が刻まれるラップアラウンド様式である。6世紀から7世紀の初め頃になると霧川はハリケーンか火山の噴火のような大規模な自然災害に伴って起こったと思われる洪水で古天気前期の遺構は分厚いシルト層に覆われた。グループ A と 3C-1 は渦漏れずに残ったが新たにグループ A の 4km 東に建設活動が始まった。 それが、グループ 1A と1バイトである。グループ 1A で最も古いのは、巨大な、アハウの祭壇と呼ばれる祭壇 L で、9.11、0.00の日付が刻まれている。祭壇 L には、足を組んだ王の姿でアハウの日付を表し、キリグア王家の称号であるカウィール神の名前と支配者、語の名前が不明瞭であるが刻まれている。また、 祭壇 L の王の肖像の周囲を囲むように刻まれた名文にはコパン王、ケムリーミシュの名前があり、9.110.00から231日後によって行われた出来事について記している。現在のところ、ツワクフリと呼ばれるカトゥンの終了に際して行われた恒例を目的とした踊りを行う儀式について記述したという説が有力である。 キリグアの石碑 D650 年から70年近く、キリグアの歴史は空白であるが、724年12月29日に、カックティリーブ、チャンヨアート、通称、カウアクゾラと呼ばれる王が、コパン王、ワシャクラフン・ウバフ・カウィールの貢献のもとに即位した。カックティリウは、20代後半から30代前半くらいだったと思われ、コパンに従属するキリグアの地位に、 じくじたる思いがあったのかもしれない。カックティリューの二代後のヒスイクの治世に建てられた石碑愛には、736年にカックティリューが石碑を建てたと記述をする名文があり、その行為はチークナーブの新聖王、すなわち北方の大国カラクムルの王と関連づけて語られているため、カラクムルと接触していたとも考えられる。ついに738年、カックティリューはコパン王、 ワシャクラフン・ウバフ・カウィールを捕らえて斬首した。この事件は738年事件と呼ばれ、コパンの碑文の記録では、槍と盾によって戦死したと記述されており、戦争で名誉の戦死をしたことになっている。カックティリューは一時的にコパンを支配したと考えられ、14代目の王という称号と共に、コパン王の称号と神の名を石碑に刻ませている。14代目の王とは、 コパン第13代の王であるワシャクラフン・ウバフ・カウィールに代わる14代目の王という意味ではないかという説が有力である。カックティリューはコパンを倒したことによってモタグア・川流域の攻撃を独占することに成功し、モタグア・川流域そのものの人口も増大した。しかし、キリグア自体の人口は数千人程度であったと考えられている。カックティリューは コパンの都市プランを真似て一辺325メートルもの大きな儀礼広場を作り、グループ 1A に壮大なアクロポリスを建設した。モタグア川を見下ろす西側には、コパンの装飾技法を取り入れて太陽神であるキニ日の像が刻まれた。また、アクロポリスの北側に壮大な球技場が作られた。カックティリウア9.1号。 15.00の石碑 S から5分ごとに石碑を混流した。751年に建てられた石碑 H は、コパンの石碑 J を真似て、社交史文上に名文が刻まれた。また756年には、石碑 J が混流され、キリグアの石碑 H 及び J は、古風なラップアラウンド様式に習って三面に、またがって王の肖像が刻まれた。 さらに石碑 F は761年、石碑 D は766年、石碑 E は771年に建てられている。中でも石碑 E は高さ7.62メートルを誇り、マヤ地域では最も背の高い石碑として知られている。キリグアには宿位という従属国があって、カックティリューは宿位の王、日のイジャガーの即位にあたって貢献している。 カックティリューが766年建てた石碑 D と重慶神 B と呼ばれる石彫りを刻んだと前からだの文字を刻ませた。重慶神 B は山と宇宙のワニを組み合わせたイメージの精緻な石彫りであり、それまでのり具合の石碑に比べて技術的に優れている。そのような石碑を刻む技術を持った工人を連れて来られるほどの力を当時のり具合が持っていたことを示している。 カックティリュウは785年7月27日に亡くなり、勝って支配者にと呼ばれた後継者のソラシュル王によって埋葬された。その様子はソラシュル王が刻んだ亀の形をした重慶神 G の名文に刻まれている。重慶神 G にはカックティリュウの魂は白い花の息と比喩され、その白い花の息が死後の暗黒世界から トウモロコシの神が進んだ道をたどって再生に向かうための童貞についたと表現されている。次に亀の形をした石の中へと読める表現は重慶神、地そのものの石彫りを表しているとも考えられるが、大地が宇宙に浮いている亀であるというマヤの宇宙観から線を描く気ウの魂が亀として表現される、大地の中心へ入っていったことを表していると考えられる。 続いて、祝位の王、日の出ジャガーに関することが刻まれてから10日後に、カックティリューは13カ枠の家に埋葬されたと刻まれている。キリグアの石碑2背面の名文、全体の七半の文字の下半分が写真情報に見える。キリグアの重慶神 B、モーズレイによる、ソラシュル王は785年10月11日に即位し、その在位は、 795年から800年の間の、いずれかの年まで続いた。ソラシュル王は、重慶神王を790年、重慶神 P を795年に刻ませている。これらの石彫りは、山と兄が組み合わされたのような形をしている。重慶神 G には、紀元前3114年のマヤ歴の起源に、関連して、その年に据えられたという、ジャガーの王座の石という文字が刻まれ、 石碑 C に刻まれた創世神話で、炉のそばに安置された蛇の石、水の石、ジャガーの石のうちの一つに例えられていると考えられる。重慶神 P の表面は、洋上の渦巻きや蛇、様々な心臓とマヤ文字が隙間なく刻まれている。重慶神 P の牙を生やした口の中には足を組んで、座り、王権を表すカビールの尺と盾を持った王の姿が刻まれている。 重慶神王と重慶神 P には、それぞれ体になる祭壇があって、重慶神王の祭壇には、大地の上に浮かぶ雲の渦巻きに包まれた雷神が、刻まれている。重慶神 P の祭壇には、炎の斧によって切り裂かれた大地の裂け目から、名前がまだわかっていない、口から蛇を発する神が顔を覗かせている様が、刻まれている。重慶神 P は、千王格桐流が埋葬された。 十三カワクの家で、雫を撒き散らす儀礼を行い、カックティリウに処刑された、コパン王、ワシャクラフン・ウバフ・カウィールの記念碑がある場所で、踊りが行われたという、カックティリウと、ワシャクラフン・ウバフ・カウィールを祀ったとされる、記念碑は、サイダン・アールと、サイダン・エスと考える説が有力であるが、混流の年代が不明である。サイダン・と、サイダン・には、 洞窟の中に座る王の姿が刻まれ、どことなくオルメカの祭壇を思い出させる。ソラシュル王が795年から800年の間のいずれかの年に亡くなると、カックホルチャンヨアートと本名が解読されている16代目の王の称号を持つ、ヒスイクが王となった。ヒスイクの時代には、建造物1バイトから5と1バイトから1が完成した。ただし、 実際には、王の名称に関して、碑文での音声的な表現の仕方や、動詞の設備時に、微妙な変化が見られるため、翡翠空が単独であったか複数の王がいたのか、文字の用法の変化が起こったのか論争になっている。翡翠空の知性に刻まれた石碑愛には、カックティリウ時代の栄光を振り返るように、カラクムルトの接触と、コパン王の残守に先行する6日前の、 始まりの出来事に関しての記述がある。805年に建てられた石碑系は、こじんまりとした石碑であり、キリグアの衰退を如実に表している。キリグアの建造物1バイトの位置には、キリグアの最後の日付である9.19、0.00が刻まれている。この碑文には、ヒスイクユとコパン王、ヤシュパサフが共に、カトゥンの終了を祝う儀礼を行ったことを刻んでいる。 宿敵であった両都市の王が権威を失いつつある。支配階級として利害が一致したために和解に至ったという説もあるが、実際のところは不明である。キリグアは、翡翠区の後間もなく放棄されることになる。しかし、その後キリグアには、伊ず湖からか、鉛誘土器を持ち、着モールを刻んで建てた集団が住み着いて、アクロポリスの増築を行っている。 この集団はおそらくユカタンからやってきたと思われる。キリグアの価値が初めて公にされたのは、1840年に、ジョン・ロイド・スティーブンズとフレデリック・キャザウッドが訪れて、以来である。当時の情勢が彼らにとって、あまり都合の良いものでなかったため、短期間に留まったが、キャザウッドは、その短期間の間に2期の石碑の見事なスケッチをし、その絵は、スティーブンズの著書、中央アメリカ、チャパス、 ユカタンの旅での出来事に簡単な説明付きで載っている。キリグアについてもっと長い記述をしたのは、ドイツ人探検家、カール・シェルツアーの著作である、アルフレッド・モーズレーは、1881年、1882年、1883年、キリグアで宿営し、詳細な調査と資格に訴える石碑、石彫りなど、あらゆる記念物の写真記録と小規模な発掘調査。 マヤ文字の刻まれた石壁や主要な石彫りの石膏型を取って論文を表した。石膏型は大英博物館へ送られた。モーズレイは1894年に再びキリグアを訪れた。1910年、ユナイテッドフルーツがキリグアを買い取り、遺跡の周囲はすべてバナナ農園となった。バナナ農園はキリグアの周囲30エーカーに及んだ。 ニューメキシコのサンタフェのアメリカ考古学院のエドガーリー、ヒューエットとシルバヌスモーリーによって1910年から1914年にかけて調査が行われた。キリグアの石碑からヒューエットによって石膏の鋳型から作られたキリグアの石碑のレプリカは1915年カリフォルニア州サンディエゴで行われたパナマカリフォルニア博覧会で展示された。アルデス・ハックスリー卿は キリグアの石碑や記念碑について、これは人間の時間と事物に対する勝利であるとともに、時間と事物の人間に対する勝利である。と評している。1970年にグアテマラの国立記念物に指定され、1975年に遺跡公園が開設された。1975年から1980年を通してペンシルベニア大、 ナショナルジオグラフィック・ソサイティとグアテマラ政府がスポンサーとなってキリグアの調査プロジェクトが行われた。1981年にその卓越した石彫りの素晴らしさから世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。